みんな出てくるかな。任務完了。今は舞台に上がってないんでしょ。それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ。もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ、足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ！ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないから、シーナの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか。ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。じゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルじゃん。え、じゃあ今度はシンナの人たちとピザを食べるっすか。食った分動けってことだよ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか。ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さんいたろ。ああ。魔鋼中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーの将で。ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で、努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか。星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。なるほど、やっぱりそうなんだ。魔鋼の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ、きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。お、ジェシーの言ってた空き地。作戦が終わったらここに集合っす。出た、初興味ないね。リメイク版、リメイク興味ないね。合図があるまでは慎重にな。静かっすね。ここか、立ち入り禁止になってる。
陽動とは言ってたけど、結局引きつけってことは騒ぎは起こす陽動か。そっちは危ないっす。あ、ごめんなさい。陽動開始。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。え？どうやら先客がいるらしい。ジェシーじゃないっすよね、これ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。開いてる。え、ローチェじゃないよね、マサが。あいつソルジャーだよな。訓練所。何もない。あ、椅子が。ハイポーション2個。あ、めっちゃ動く。めっちゃテーブル動く。すげえな。小物オブジェクト、だいたい軽々と勝手に動くな。こっちはなんだ俺。訓練所。ああ、何のへったくれもない。え？え？あ、やっちゃった。やって始まんないと思ってたんだけど、本当に始まっちゃった。この程度か。よいしょ。当然の結果だ。訓練ボーナス。あ、一回だけか。これ無限にできたらここで地道に経験値稼ぎできちゃうもんな。行きますか。ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足でまといだってか。んなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。自販機って、ああ、個数限定でお値打ち価格で購入できることがあるんだ。あっちに訓練所があるみたいだな。バトルしたけりゃ行ってみな。先に行っちゃった。緊張してお腹が鳴るそうっす。なるほど、こういう割引商品は在庫量が限られてるから、あるだけ買っちゃおう。若干 HP が減っちゃったから休憩もして。あとそうだ、戦闘中のケアルって結構めんどくささがあるから、確かオートケアルというものをどっかで手に入れてなかないわ。オートケアルは、しまった、オートケアルを持ってるもんだとばっかり思ってたけど、これをクリアしたからもらえるんじゃなくて、オートケアルっていうマテリアが開発されたってことだから購入しないとないんだ。ショック。あんた確か召喚マテリア持ってたよな。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。オッケー。よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に登って、そこから援護をしていく。お待たせ。何？
話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ？しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になってその時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった、約束する。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう、すっ。おっしゃ。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか。お、おい、あれ。侵入者発見。撃て！終わりか。排除する。よし。ただの兵士だ。あ、使った。警備兵が結構いるな。上の仲間が撃たれてる。別の兵士だ。え？警備兵 N もいる。OK、こいつやっちゃおう。バーストスラッシュ。門まであんのかよ。しばらく持ちこたえろよ。観念しろ。立ってきた。問い休め。そらよ。いや。そしてあのミサイルはバレットが言ってほしかった。決める。
あーミサイル仲間上から援護してくれてんのか。危ない。リゾビックス一旦回復したいな。ハイポーション使ってみるか。ミサイル回復してやがるぞ。勝って、よし、オッケー、おー、ナイス。そっちもお願い。痛い。あ、マテリアが成長した。なるほど、切り替えれる。ということはちょっと待てよ、 ATB を貯めないと。わ、戦闘員だ。リックス、そのミサイルやかましいから早く、なんとか。あ、ケアルが進化したんだ。なるほど。おりゃ、戦闘員強え。よし、オッケー。で、一旦ケアルラを、あ、すんげえ回復する。2個目。お疲れ様。素人にしちゃ頑張った方だろ。ドッグ、次は俺の番さ。こっちさ。あれは大鳥になってくれてんのか。リミット技使おう。飛びついてきてるからこいつに使おう。よし、巻き添えも食らった。これだ、ウェッジ。バースト、スタッファイヤーも使わないと育たん。オッケー、クラウドさん、あと3秒後クリア、終わります。作りな男っす。兵器の格納庫かよ。行けるか。任せろ。任せるっす。さっき見つけたっす。ドカーンと行くっすよ。リミット使っちゃったよ。2体か。あ、召喚獣。悪いな。買って。危ない。回復しとこう。まだやれる。
よし、リフリート、リフリート呼ぼう。仕事だ。こんなに手軽に呼べるリフリートがいたか。つや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 。ATB ゲージを2本使うやつがある。行ってみよう、こいつで。お、強い。めっちゃ強い。マジか。もう一丁行ってみよう。よし、スイーパー一体 OK。リフリートまだいけるな。もう一丁。オッケー。攻めるぞ。団結力の勝利っす。